ミリシタ P の皆さん、お疲れさんです。サカポンです。はい、本日はですね、ミリシタの方のガシャ弾いていきたいと思います。久しぶりです、もうミリシタでガシャ弾くのも。基本的にミリシタの方はですね、あんま課金してないんで、で、ジュエル貯めてからガシャ回すっていう形取ってるんで、あれなんですけど、本日はね、このミリシタのガシャ、20連弾いていきたいと思います。じゃあね。まあ、20連でね、いい弾きやってるかどうかっていうのはちょっとわかんないんですけどね。うん、最近ちょっと私、運落ちて、落ち気味なとこもあるんですけど、ガシャの方行きたいと思います。はい。ただいま開催中のガシャが、きらめくサーカスショーガシャとなっております。カードの詳細見ていきましょう。限定としてサーカスの花形、矢吹かな来ております。こちらはダンス特化型、センター効果プリンセスステップ、プリンセスタイプのダンス値が90% アップ、スキル、感性を一身に12秒ごとに 40% の確率で6秒間、コンボボーナスが 26% アップとなっております。覚醒がこんな感じですね。うん、まずに華やかサーカスの衣装って感じです。そしてもう一人新カードとして SS エリアミラクルパフォーマンス舞浜歩む来ております。こちらはですねビジュアル特化型センター効果フェアリーコーデフェアリータイプのビジュアル値が 90% アップとなっております。スキル変化自在のバルーン、効果10秒ごとに 40% の確率で5秒間パーフェクトグレートのスコアが 30% アップとなっております。とかがこんな感じですね。そしてもう一人かわいい猛獣使いババコノミさん来ております。こちらはボーカル特化型センター効果エンジェルチャージ、エンジェルタイプのライフが 30% アップとなっております。スキルイリュージョンショータイム、効果11秒ごとに 40% の確率で5秒間、パーフェクトでライフが3回復となっております。とこが同じですね。可愛らしいようなセクシーような衣装ですね、好みさんらしい、そしてもう一人新レアとしてスリル満点ナイフショー二階堂千鶴さん来ておりますなんかキリンに襲われてそうな絵ですよねこれあわわって感じの。こちらはですねダンス特化型センター効果フェアリーチャージフェアリータイプのライフ 20% アップとなっております。スキルナイフの矛先ご用心、9秒ごとに 30% の確率で4秒間ライフが減少しない。とこがこんな感じですね。ではね、最初の10連目いきたいと思います。1、2、3、4、5。ではね、まず10連目いきたいと思います。どうでしょう。カメラマンさんなし。やっぱ運落ちてるんかなーって思います。これこういう時2人ですね。スレアさよこ、まずせめて新規が来てくれたら嬉しいんですけど、アリサ、ロコ、続きまして、あ、新レアです。千鶴さん来てくれました。よかったよかった。あ、新規あった。続きまして、弥生、続きましてゆりこ、続きまして、琴葉、続きましてアリサ、続きまして誰でしょうね、スバル。さあラスト S レアが
あ、新登場のこのみさんゲットできました。あ、新規2枚ですかね。はい、2枚ゲットしました。あ、よかった。特にこのこのみさんはいいね。はい、ということでね、うん、よかった。ではね、続きましての10連いきたいと思いますね。うん、まあどうなんでしょう。4、ではいきたいと思います。よいしょ。どうでしょう。またカメラマンさんらしい。どんだけ運落ちてんだよっていう感じですよね、私。もう何やねんって感じ。よいしょ。あっ、来た。あ、しかも2枚。え、これすげえことやっちゃった。あ、でもかぶと可能性もありますよね。はい、さあ続きまして、誰だ誰だ。あ、ロード入った、ロード入った。誰だろう。あ、うわ、カナダ。うわ、やっちゃった。カナ来たー。うわ、びっくりした。こんなことってあるんだ、カメラマンさんなしで。来ちゃった。カメラマンさんなしで限定来ちゃったよ。びっくりした。続き、そしてこの後もエスレアです。さあどうなるでしょう。こっちはロード入らないか。あ、ロード入った。どう、誰だろう、新規の可能性。あれ、ちょっこの一緒って、あ、嘘歩むまで来ちゃったよ。え、今回ピックアップ20連で全部引いちゃった。うわ、嘘。とにかく歩む来たー。やっちゃったー、びっくりした。マジかびっくりした。うそー、こんなんあるんだ。未来。桃子先輩。あ、続きまして、桃子先輩。あれ、この桃子先輩多分ひょっとしたら持ってないかもしれません。あずささん、いや、私びっくりしてます今。まこと、続きまして、まこと2連ちゃん、そしてエスレアが、あ、リオネですね。やっぱり桃子先輩初めてでしたね、こちら。いや、本当今ね言葉が出ないぐらい嬉しいんですけど。さあ
いてるそこの君に、あたしからのプレゼントだよ。はい。いやー、予想外の結果来ちゃいましたね。いや、ほんまこんなことってあるんだなーっていう状態です。ということで、まあそんな嬉しい状況でした。ということでね、本日の動画は以上となります。もしよろしければチャンネル登録の方お願いいたします。またね、私が主催しているのびりまったりがモットーのラウンジです。随時メンバー募集しております。概要欄に ID 書いておきます。もしよろしければご入会お願いいたします。またね、私の過去の動画見たことないよっていう方、私のチャンネルページ動画リスト一覧から過去の動画を見ることもできます。もしよろしければそちらご覧ください。ということで、次回動画でお会いしましょう。サカポンでした。